麦の画像麦部は漢字を部首により分類したグループの一つ。後期時点214部首では199番目に置かれる。麦時は稲荷穀物の一種である麦類の総称として用いられ、特に小麦を指す。その実は粉にして加工することができ、現在中国河北の主食となっているが、もともと西アジアから伝来した穀物であるため、その普及は早くはなかった。 甲骨文字においても十数例しか使用例がなく、正月など特別な時にしか食べない貴族の食べ物であったとされる。寛大以降、徐々に主食の地位を確立していった。商店では穂や葉を備えた麦の形にかたどった、来たるの下に足を表す。水がある形であるが、甲骨文においては、水部分が来たるとくっついていることから、足ではなく、 麦の長い根部分の象形ではないかとも言われる。また、すよ、やはり足の象形とし、来たる字が本来、麦を意味し、白字が往来するという意味で、後に御用されるようになったという説もある。変貌のイフとしては、麦類や養食に関することを示す。麦部は、このようなイフを、構成要素に持つ漢字を収める。変貌として用いられるとき、後期時点、 日本、台湾の国字標準字体、香港の常用技字形表では、面のように左から下部を覆う尿の形に変形させるが、中国の新字型では、面のように単に辺の位置に置き、変形はさせない。日本の新字体、中国の簡化字では、麦に簡略化させた字体を用いている。なお、日本の表外漢字において、麹などは常用漢字ではないが、 簡略化した麦を用いたものが広く普及し、簡易簡用事態とされている。かつて常用漢字でなかった面も2010年に常用漢字にするときは、簡略化した麦を用いた事態が採用された。ちなみに、中国の漢化字では、面及び面は、面工事及びは、極に、簡略化されている。バク、ありがとうございます。